はいどうも皆さん、四季島と申します。とけ、今回使っていくのはこちら、日本軍の MP28 50発弾倉型の方を使っていきたいと思います。はい、日本軍研究ツリー BOL2 のサブマシンガンとなっております。そしてやっぱりね、一番目を引くのがその名前の通り、こちら50発弾倉ですね。そう、 BOL2 にして破格の50発ですね。ね、なのでもう非常にもたくさんバンバン撃っていける、ね、サブマシンガンですね。とここまでだったらいいんですけども、さすがにね、 BR2 で50発弾倉ということもあるので、それと引き換えにやっぱりどうしてもね、弱点が多い銃でもあります。まず基本的な性能なんですけども、まずダメージがやや低めですね。ダメージがやや低めなんですけども、それに輪をかけて距離減衰も早いですね。ダメージの距離減衰がかなり早いですね。なのでここまで来ちゃうと、中距離帯だとだいたい4発キル、最悪5発キルまでいっちゃいますかね。それくらいちょっとね、距離減衰が早いですね。そもそもね、ダメージ、基本的なダメージはそこまで高くないっていうところもあるからね。なのでたくさん弾当てないとダメですね。そう、まあ寿司機銃とかね、反動が小さい銃だったらね、まあ大体まあってくらいで、まあ当てられるんですけども、まあ後でちょっと話すんですけども、この MP28 ってかなり個性的な反動してるんで、ちょっとそのあたりも難しいんですよ、中距離帯で当ててくっていうのもね。なので本当にもう近距離特化型みたいな、そういう性能ですかね。で、あとは発射レートなんですけど、発射レートはね、結構いいんですよ。そう、基本480でフルカスタムで550ですから、寿司機銃とか、あと100式機関単銃前期型よりも早いですね。そこはいい、そこはいいんですけれども、やっぱりリロード時間が長いですね。リロード時間が 3.6 秒ということで、一般的なサブマシンガンと比べて1秒以上長いですね。3.6 秒なので、一部の軽機関銃並みですか、軽機関銃並みのね、まあリロード時間になっちゃいますね。まあ50発弾倉だからしょうがないよねっていうところもあるんですけどね。はい、というわけで、いつものごとく演習場の方に来ましたので、さっきもね言った通り、この MP28 50発弾倉型のちょっとね個性的な反動の方を見てもらいます。で、今回使う銃はフルカスタムしてあります。ただしパークは載せてませんって感じですね。ではこんな感じです。はい、というわけでこんな感じで、このゲームとしては非常に珍しい左反動なんですよ。そう、かなりがっつりとしたね、左反動なんですよね。このゲームでは本当に珍しいですか。ここまで左反動出る銃って他に何かありましたっけねっていうような感じですね。まあ、というわけで、まあ、左反動ということもあるので、まあ、右反動に慣れてる人からするとね、かなり違和感がありますね。違和感ありますね。かなり違和感ありまくりですね、左反動ね。ということで、ちょっとまとめるのは難しいかなね。なので、もともとダメージがちょい低めだし、あとダメージのね距離減衰も早いし、でちょっと反動制御も難しいしということもあるから、まあこれくらいの中距離戦でも結構当てるの難しいですね。命中精度もそこまで良くないって感じだしね。なので、まあ中距離戦以降は本当に苦手かなって思いますね。ただしやっぱりね、繰り返して言うんですけども、 BR2 で50発弾倉って大正義なんですよ。大正義なんですよね。なのでもう近距離戦でね、もうバリバリ打っていくっていうのが、もうこれがもう正しい使い方でしょうね。というわけで、今回はそんな近距離特化型のサブマシンガン、日本軍の MP28 50発弾倉型の方を使っていきたいと思います。はい、 OK。 というわけで、今回は日本軍の MP28 50発弾倉型使っていきたいと思います。うっす、ということなんで、もうガンガン前に出ないとダメですね。いや本当にね、ダメージやや低い上にね、距離減衰も早いからね、もうガンガン前に出ていかないと、この50発弾倉という
的な個性を活かせませんからな。いやー、だいぶこの距離でもやっぱり距離減衰早いなって感じますね。この距離で3発4発キルくらいか。まあ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 、どん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 ね、前で出ていきゃ問題はないでしょ。さあ行きますよ皆さん。もうこれは入って大丈夫、大丈夫かな。あ、味方がだいぶ、そうですね、お、意外と敵がいなかった。おっとっとっと、 OK。 さてそこ裏いるよね。あー大丈夫ですね、 OK。 クレイ、ちょっと待ってみようか。ちょっと待って、私門番やりますか。ちょっと私は門番やりましょう。ちょっと待ってくださいよ、もうガンガン本当に前に出ていかないとね。距離減衰もうこの時点で早いなって思っちゃってるんで、スイーッ、オッケーね、もうガンガン前に出てね、もう門番とかねやっていきたいですね、うん。そしてこの50発弾倉が正義であるということを皆さんにお知らせしていきたいところではあるんですが、うん、やっぱりダウンしてからもう2発必要。ダウンした敵に2発ぐらい必要かって感じか。これ一応フルカスタムしてあるんですよ、フルカスタムしてあるんですけどね。ダウンした敵に2発必要って、ガーもうこの距離減衰。しかしかなり活躍してしまっているのでは、かなり活躍してしまっているのでは。さすが50発弾倉である。さてさて、いいですよいいですよ。ほらね、やっぱり50発は大正義なのだ。ガークソ、しかしリロードは遅いけどな。やっぱり見えない見えないって。というか外に、お外に脱出。さてお外に脱出してきたわけなんですが、ちょっと待ってみようか、ちょっと待ってみようか。いいけどやりきれてねえ、クソ。あんだけ弾丸浴びせてやりきれてないか、クソ。オッケー、よし、いいですね。あれどうだ、ようやく死んだ。6発7発切るくらいか。どう、ちょっと待って、あれだ、いいですよいいですよ。もうこれはもうあれですね、もう弾丸ばらまき、もう弾丸ばらまきましょう。それが大正義だ、クロイ大正義。50発倒そう、クロイ。ちょっとリロード遅いよ、しかしなんとかあった。オッケー、いいんじゃないの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 、いいけどやりきれねえんだよ、クソ。ダウンされるともうダメだな、もうやりきれない、ガーッ。こっちの方に固まってるパターンっていうのも珍しいですね、珍しいな。かなり刺さったわけなんですが、それでもいるのか。いいですいいですよ、この距離、この距離だったらね、いいですよ、この距離だったら50発弾倉も生きるでしょ、いいんじゃないの。だいぶ仲いるでしょこれ、あれいない、いやいるな。ちょっとねこれはお味方と一緒に共同包丁をかけたいところではあるんですが、 OK。 これちょっと裏口からちょっとつついていきますか。裏口をつついてたら50発弾倉も生きるのでは。 OK、はい、いいですよいいですよ、50発弾倉のいいところ出たよ。というかお邪魔します、お邪魔します。 How do you do Mr. Oka? How do you do? How do you do? ガークソ、ダメか。だってだいぶやりましたね。いいですね、お味方もだいぶ入ってきてくれてるので、じゃあ私もこの辺り牽制したいところではあるんですが、この距離になると一気にダメだな。よし OK、 間に合った、で来てるよね、来てる、クレイ。あ、やった、ゲームリーフか、あれは落ちたのでは。アメリカの税金が落ちていく。なに、なんでちょっと、なんで私のキルになんねんだ、ちょっとおかしいでしょ。ここ本当行きたくないけれども、行くしかない、行くしかないのだ。なぜなら MP28 は近距離特化型だからだ、ね。あ、ちなみにね、この日本の MP28 ってね、オリジナルのドイツの MP28 よりも若干なんか強くなってます。若干ね、発射レートとかね。 OK、
ここ入んないとダメ、ここ行かないとダメ、嫌なんだけどな、ここ絶対選手とか見てるよね。まあ見てますよ、何回見てますよ。でちょっと待ってみようか、戦車見てくからな、行きたかないんだけどな。あっちか、よっしゃ、行かない口実を見つけた。ちょっとお見事、ちょっとお見事、トラックまずいですよ。よし、ちょっとね、あのハウスに入らなくていい口実を見つけました。ちょっとこっちの相手します。いいですよ、いいですよ、これが50発弾倉だこれが50発弾倉なんだ。ちょっと戦車の音がすんだけどな、ビーコンがあるっぽい。めっちゃいる、何これ、ガーマジか、いけいけ、50発弾倉、ここぞ、ここぞ50発弾倉が生きる場所。スネーク、スネーク、日本軍の税金アタックをくれー、日本国民の税金アタック、いいですよ、いいじゃないの、いいですよ、いいじゃない、いいじゃないの。ガン、ちょっとリロード急いでもろって、よし、いいですよ。ガーダメガッツだ、だいぶやりましたね。お、50発弾倉のいいとこが出ちゃったんじゃないの。しかしまだいるよな、ちょっと待ってみようか、いいですよ、よし、いいですよ、いいんじゃないの。おい、これこそ50発弾倉よ。ちょっと待って、 OK、 いい、これはいい、これは動画映えがする、非常に動画映えがする。50発弾倉がめちゃくちゃ生きてる、リロードなしでここまで戦います。 MP28 50発弾倉よろしくお願いします、よろしくお願いします。やっぱりいいですね50発弾倉使っててなんなんですけどね、やっぱりいいですね、リロードなしでね、ぶっ放し回せるっていうのは本当に大正義ですか。どうちょっと気をつけて、 OK、 ガーダメか、さすがにな、だいぶ来てるよね。でもちょっとこれ追い返したいですね。とおっと、ちょっと見てみようか、大丈夫、大丈夫、 OK、 さてだいぶこっちかね、勢いは削いだはずなんですが、来てない、来てないですね。あー、誰か、くそ、倒せない、くそ、一気にな、これもう距離が空くと一気になんか豆鉄砲になりますね。近距離だったらアホみたいに強いんだけど、やっぱり距離が空くとなっていう感じか。来てますね、いいんじゃないの。はい、距離が空いてても距離が空いてても敵を確実に倒せる、救急式警備艦銃よろしくお願いします。距離が空いてても全然倒せる救急式、なんだ味方が距離が空いててもね、バリバリ倒せる救急式警備艦銃よろしくお願いします。警備艦銃の魅力はやっぱりこの辺りかな、ね、サブマシンガンと比べて距離が空いててもね全然戦えますね。なんか極端すぎるんですよね、なんかさっきまでね使ってた MP28 本当にね距離が空くとなんか豆鉄砲になっちゃうからね、それと比べて遠距離でもガンガン切りができるね、やっぱり軽機関銃というのは強いですね。やっぱり距離減衰というものをね考えるのもやっぱり大事ですかね。うーん、ちょっとこれは距離を詰めなきゃった、ダメ、ちょっと大丈夫か、戦車さんちょっと入んないとダメですね。さてガンガン前に出ますよ、お味方も続け、いいですね、 OK、 よし、いいですよ、よし、さてここはなるべくね塹壕戦したいんですが、ちょっと敵が来てる方向が方向なんで、ちょっと苦手な中距離戦でも戦わないとダメですね。苦手だからといってビビっていては突撃は務まらんのだ、くそ、当たらん当たんなきゃ意味がないんですが、かなり来てんだよな、ダメか、あーもう
こういうところはね、やっぱり無理しなくてね、やっぱりこういうところはライフルですよ。いいですよ。オッケー。ハイライフル強い、ハイライフル強い。やはり適材適所というものがありますな。ちょっと来る方向変わりましたね。来る方向が変わったということは、じゃあそっちから来るということ、つまりお出迎えしてあげる必要がありますね。ちょっと待ってみようか。よし、いいですよ。さてこっちから来てるっぽいんだよな。あー、 B コアンドか。ちょっと待ってみようか。どうも日本軍です。スーパー日本軍です。大和魂をお届けに来ましたよ。さて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 、いいですよ。 OK、 うん、ダメか。さて、あそこにビーコンがあるんだったら、じゃあ壊しに行くだけだよな、壊しに行くだけだよな。あ、でも味方行ったな、味方行ったな。よし、いいですよ。ビーコンを破壊するという意識が高いのはいいことですね、うん、これはもう勝ったんじゃなかろうか。はい、勝ちました。というわけで今回は日本軍の MP28 50発弾倉の方を使いました、うん、まあもう見ての通りね、もう近距離特化型のサブマシンガンですね、うん、ハッシュレートはいいし50発弾倉だからね、もう近距離戦だったらもうガンガン戦えるみたいなところがありますね、うん、ただし少しでも距離が空くと、あっという間になんかもう BB 弾というか豆鉄砲というかね、もうやりきれない、もう切るしきれないみたいなところあるからね、うん、なので本当にかなり尖った性能といえば尖った性能のサブマシンガンですね、うん、まあそれでもやっぱりね、もう繰り返し言うんですけども、 BR2 で50発弾倉はやっぱり強いんですよね、うん、まあ同じね50発弾倉でシグがあるんですけども、シグがね BR3 であるということを考えるとね、うん、まあ BR2 でまあ MP28 いいかなと思いますね、うん、まあというわけで今回はそんな日本軍の近距離特化型のサブマシンガン MP28 50発弾倉の方を使ったんですけども、もし皆さんの方でも興味があったらぜひ使ってみてください。はい、というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは四季島でした。